ウタカからバイス、あここはエスクデロから裏、秋元抜いていく、エリアの中入って左足だ、カミソリのような速攻で見事に秋元先制点を奪いました。栃木先制、一瞬でした。さあそしてここもまた高い位置から奪いに行こうというこの栃木、若原も前に出てキックをしてきました。本田から左の黒木、中には八千田ですが裏を狙ったところは野田、宇高決定的だ、宇高決めた、これで今シーズン14ゴール目。これは京都ボールになります。ウェイビスから八千田を起点にして前を向くエリアの中入って、さあ右足振り抜いた、それが決まった、最後は八千田から最後は福岡だ。京都の未来を照らすこの2人のプレー、それがゴールに結びつきました。19歳の八千田から20歳の福岡へ。秋元上げてくるところ、ヘッド、ここは矢野起床、いや柳、こぼれ球をクロスの柔らかい丁寧なボールでしたからね、中を切りながら西矢がプレッシャーをかけましたが、もう一度西村からサイドを変えます。3バックの左川綱、中は河本、杉森の2度追い、杉森取り返したチャンス、杉森先制、徳島開始17分、4人が先ほどボールサイドに立っていましたが、藤田の右足、追加点徳島23分、藤田誠也の直接フリーキック決まりました。藤田は今シーズン初ゴール、見事に巻いてきました。小島アデバス、菊池フリック、三角へ、ここはなんとか小西の対応、ただ黒川詰めます、ドシャンから黒川取り返した、黒川切り返して、黒川1点返した大宮、ドシャンから取り返した黒川、最後は見事なダブルタッチ、キーパー上福本もかわして無人のゴールへ。仕方ないですし、そのセカンドっていうところの反応もね、遅れますから、こうからのボール浮きた、ナイマタッチ、センターバックの間入っていく、さあチャンスになるぞ、さあ中に高井もポジションを取り直す、さあクロスが入って高井、入った山口先生、田中パウロ陣に力高井、さあ高井さんも高そうですよね、橋本選手、あここに橋本入ってくる、うまくパスを送って高井だ、ポクテスシュート決まった、小松が決めました、高井アシスト、スルーパスを送っていきました橋本、さあ中落としてクレーベ、船山シュート入った、1点返しました千葉、ありがとう、先ほどはショートコーナーでしたが、ここはどうするか、上げていく低いボール、ー入りました、町田先制、平戸のコーナーキック、宮で誰が触ったでしょうか、立ち上がり10分町田先制です。低めのライナー性のボールニアサイドに送っていきました、触ったが入りました、リバルボのゴールで長崎同点、読んでましたけどね、秋元選手もね、秋元も触ったんですが止めることはできませんでした、イバルボ今シーズン2ゴール目です。さあ前線でボールを拾って阿部からパスは出させませんが、これはチャンスになるか、琉球セカンドボール拾えるか、セルジーニョ
風間シュートは先制琉球1対0。風間前半18分、今シーズン4ゴール目。まあ、先ほどから松本は攻撃の際にその坂野を狙ってのパス何本か出していますが、ことごとく弾かれています。さあ注目の小泉、ここ受けれますから、体も強さがあります。阿部を選択、阿部2対0、追加点琉球。阿部の今シーズン10ゴール目。完璧に崩しましたね、はい、チームというのは締まりますね。さあここもチャンスになる。河合から中、小泉が走っています。河合低いボール、阿部風間3対0琉球、勢いに乗っています。その差を3点に広げました。まあこれがもう左走っています沼田、収まって河合が近くにいますが、上里押し込めるか、小泉最後押し込んで4点目。ない大きな大きな追加点、後半に1点。小泉進入していきます。アウグストかなり激しくいくがボールを失わない琉球。左に渡して沼田進入して浮かしたところ、上原5点目。代わって入った上原すぐに仕事をします。66分、中上げたところ遠いサイドに鈴木がいます。低いボールできました。セルジーニョ自分で行って1点返した松本。セルジーニョ5対1、離脱というところですね。それが戻ってきまして、中盤でボール競り合って松本が山本を奪います。ただ持ち返した琉球、中上げられればチャンスになります。6点目が入った琉球。11番田中圭太、いずれもボールに近づくボールを蹴ってきます。さあ中にどうだ、決まった、決めたのは斉藤、今季初ゴール。仕切り直しをしたいところ。さあ山形ビニシウス、サイドを変えてくる、面白いボールになってきました。これに対して岡山もふわっとしたボールを中に入れるか、どうだ、決まった、同点。一瞬の隙をついた山形、同点に追いつきました。拍手が起こるシースター、パウイヌ決めた、勝ち越し、岡山2対1。その交代がある手前なんかでは、1本裏のボール、増山が抜ける、増山のシュート、トータルタイム77分。センターバックの村松、やはりここもボールを激しく奪いに来ます。そしてミスがあってワンタッチ、さあチャンスになる、山口が行く、オフサイドはない、キーパー永井が出る、決まった、山口決めた、水戸先制ゴール。今日注目の山口が今シーズンのゴール数9つ目。一度落ち着かせて町野が狙っています。北九州、村田つないでいって預けて山口、右に開いて岸田、流れるようなパスワーク、シュートは決まった、村田が決めました。水戸惜しかった、追加点。森がキープして預けたのは山口、中に供給する、ヘッドはどうか、決まった、3点目、中山のゴール、3点目が入った水戸。山成のボール、ファーサイド中に落としてヘディングシュート、決めた、大井健太郎、
見事にヘディングゴールを決めました。大井今シーズン初ゴールになります。ディフェンスラインの裏、泉沢が受ける。メレーでトラップして中、太田が走り込んでいましたがボールは出ませんでした。もう一度内田からクロスを入れてきた。ヘディングシュート決めた。ゴール、同点ゴールを決めました。松田のゴール、1対1。見事に左サイドからの展開。